N プリは、屈斜路カルデラの中に位置する、標高512メートルの活火山であり、一般的には、硫黄山とも呼ばれる山です。噴気活動が活発で、火山ガスや水蒸気を出す。噴気孔が1500以上あり、小さな噴火口からお湯が湧き出ており、かつてはあちこちで温泉卵が売られていました。そんな、アトサヌプリに5年ぶりに行ってみたよ。またまた、川湯温泉方面に北上しているよ。ここの駐車場の駐車券は、今回パスした摩周湖第一展望台と共通になっています。アトサヌプリとは、アイヌ語でそのまんま、裸の山を意味するそうで、山から噴出
される火山ガスの影響で、噴気孔の周りでは植物がほとんど生育できません。この後サヌプリは、屈斜路カルデラの中に存在する活火山で、最後の大噴火後に生成した5カルデラ火山になります。現在は活動度の低いランCの活火山に指定されていますが、気象庁の常時観測が行われているよ。かつて明治から昭和中期にかけて硫黄の採掘も行われていたそうですが、1970年に完全に閉山されています。
ところどころ、熱蒸気噴出口および100度、機械熱湯が今もなお噴出しています。散策した後は、硫黄山レストハウスの硫黄山ソフトクリームを楽しみましょう。屈斜路カルデラは、東西約26キロ、南北約20キロの日本最大のカルデラであり、そこには3万年前に形成された屈斜路湖を見下ろす美幌峠や越水峠があります。そんな中で最高峰である津別峠の展望施設に行くことにしたよ。摩周湖、屈斜路湖などの有名観光スポットが近くにあるのに、この寂れ弱い城ですね。
されているため、大型観光バスは入ることができませんし、冬季は全面通行止めとなります。
映ってくるとカメラに依存したアイサイトは役立たずになるよ。なんとか、スベツ峠展望施設まで無事到着しました。本当ならば、早朝には雲海に覆われた屈斜路湖と朝日が望めたはずですが、ここまで、完全にガスっていては何も見えません。雨も当たってきたのでさっさと転身しましょう。完全に本降りです。これでは翌朝の雲海は無理ですね。今宵のお宿に着きました。もたもたしている間に土砂降りになってしまいました。今宵のお部屋は206号室です。お部屋は綺麗な和室でした。まず温泉に入って疲れを癒やしましょう。夕食はホテル内のレストラングリーンソーで取ります。今夜のお品書きです。珍しく日本酒です。まずは、前菜から、お作りです。豆乳担々ごま鍋です。グリーンポークのソテーです。この日、二度目のビーフ。シチューとあさりご飯です。デザートはクリームブリュレです。完食、うまThank you.